はい、トマユタです。本日はようやくカーボンドアを取り付けたいと思います。はい、ちょっとね、塗装がマジでちょっと塗装失敗というかね、なんかちょっとまあクリアが少なかったのと、ゴミが結構入っちゃってて、結構ね、ほらブツブツしてるんすよね。これをちょっと磨いていきたいと思います。よし、じゃあ早速やっていきますか。多分あんまり表面の変化はないと思うんだよね。このホコリがブツブツついてるのとかさ、ただちょっとツヤが出るぐらいだと思うんで、もうそのツヤ出しのイメージだけです。磨いたんですけど、こんな感じ。もう一回ちょっと仕上げのツヤ出しワックスをやろうかなという感じではありますが、でこっちがまだ磨いてない方。変わらんね。でもなんかこっちの方がツヤツヤ感あるね、やっぱり。ここはねちょっと今多分剥げちゃったかもしれない。タッチペン持ってるんでそれでいいかな。最後のワックス、スピード速くなってるね。これスピード上がっとるよ。速いと思った。今一応ね、最終仕上げでツヤ出ししたんだけど、どうかな。まあこうやってみるとね、やっぱ塗装がねちょっと微妙なんですけど、まあ遠目から見たらね、ほらほら全然わかんない。これつけちゃえばわかんないね。うん、いいね。ほんでね、まず配線類からちょっと取り外していきましょう。で、ちょっとドア取ったことないんで、人生で一度もちょっとわかんないんですけど、まあこの配線たちをね、ドア取れたなんつって言って配線残ってたら、うわ取れねえ、ドア置けねえってなるんで、やばいんで、ここはカプラか。 YouTube で車のドア取ってる人ってあんま見たことないかもしれない。勝てんだけど、これどういう、どう、なんなん、お前のこと誰が好きなの。パワープレイで撮ってしまった。あ、これであれか、
ハーネス自体はこれでもう取れたっぽいね。なるほど。ふむふむ。ていうかこの配線全部いらねえんだよな。なんかどっかで途中で全部もぎ取れねえのかな、カプラーで。よし、取れたね。あとはじゃあこれをドアを取っていってから中身を取れば大丈夫だね。はいはい。まあ作業一人なんでね、こんな感じでちょっとドアを押さえてやっていきます。で、取るのは、こことここと、これか。これ何？どうなってんの？これ、取れんの？これ。何？こっちか。こっち取った方が良さそうだね。こっちと、あと、ここの下にもあるね。5箇所になりますね。はい、真ん中が10ミリですね。で、上のヒンジの、あれの方が12ミリ。これロングだと入んねえな。メガネの方がいいかな。入んねえな、わぁ。ちょっとメガネ持ってくる。メガネっていうかスパナ。よいしょ。意外と簡単に回るね。よし。一応全部回ったぞ。これなんか取り方の注意点とかあんのかな？ない。マジドアとか取ったことないからさ。マジでわかる。これくっついてんの？お、あ、取れた取れた。お、ぐらついた。やばい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 。まずいぞ。グラッチェガーデンズしてるわ、マジで。ちょっとこれやる前でにね、前座作業をね、2つ作業してたんですけど、で、今もう何時だろう？ 8 時半ぐらいかな。もう、いつも休日は5時台に起きて、朝から車いじりして夕方までやってるんだけど、今日1日で終わるかなと思ったけど、なんとか終わりそうな予感するね、これ。見えてないか、もしかして。リアのドアはまださ、軽いからいいけどさ、フロントだよね。よし、これで取れるはず。おお、取れた取れた。こんな感じで取れました。結構重いっす。映せるところから映していきたいなと思います。なんかこのゴム頭良くて、あのネジ回すみたいにスクリューになってて、回すと入りました。こんな感じでついてます。よし、
だとまずここをね、3個トルクスです。あ、あれ入ってんね、これあのなんだっけ、ネジロックみたいな。これでもう落ちたね。まさかの窓取らないと取れないパターンじゃない？はい、という感じっぽいです。来た来た来た、スライドして来るね。来たよ。はまってもうた。なんなん、割れそうで怖いわ。よし来た、これで取れるべ。よし来た、よしよし取れた。これはどうなったの。これは、あ、ここになんかネジいるよ。プラスのプラスネジ発見。筋絵もなっちゃいますね、この車。さらにさらに、そのうちそのガラスもプラスチックになっちゃうんじゃないですか。そこにアクリルの、あ、アクリル、ね、軽いやつ。さらに、はい、あとこちらもちょっと移植していきます。あんまり強く締めるとなんかバキッと割れそうだよね。あとなんかこいつも移植しようかな。一応これでも重くなるからいらないかな。でもこういうのってやっぱないとやばいよね。ドア取れちゃうよね。剛性がないもんね。これ裏ってどないなってんだ。あ、なんかあるね。なんかある。あ、え、あ、な、なに、なんだこれ、溶接、なんか溶接してあるやん。これつかないじゃん、あっちに受け皿ないから。まあナット使えばいいんだろうけど、いらないか。いっか、なしでいいね。なしで、重いもんこれ。あとあのドアノブ取っていきます。おお、長さが足りない。こいつで7ミリで代用。よし、取れたかな。あ、軽い。軽すぎ。
気味な。とりあえずノブつけましたが、なんかすげえ大変だったな。ほんじゃあ次はこいつだね。本当はねネジロックしてあるから、これ全部取ってからねちゃんともう一回ネジ使いたいんだけど、まあドアんとこだしね。ちょっとじゃあ小窓からまずつけてみます。これはあのアクリルのやつ、純正のガラスの周りのゴムをピッて取れるだけなんで、一応取ってつけました。よし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 、あとはこれをはめていく。一応こんな感じではまりましたね。よし、じゃあつけていこう。よいしょ、よしよし。あれ、俺ボルトとかやっちゃっけ。はい、で今ついたんですけど、こんな感じでもうはめ殺しになってます。はい、ドア自体に下に水抜けの穴が開いてるから、まあ水入ってきてもドアから抜けてくれるかなという感じだと思います。こっちの方はねもうあのクリップで今全部止め終わったんですけど、こっちがねあの純正のドアと同じように水がないんで、もうこっちはペラペラなんですよ。だからもう両面テープ貼るしかないんで、ここだけ両面テープ止めをちょっとしていこうかなという感じです。じゃあ今ね両面テープでちょっと貼ったんで、一応ついてます。じゃあドアつけていきますか。
か傷になってそうな気もするけど。よし、とりあえず止まったぜ。一応今着いてこんな感じ。ちょっとやっぱ色はね分かっちゃうね。でちょっと細かいところのハゲとちょっと擦ってる跡があるんで、後で磨いて塗ろうかなと。開けるのもねすごい軽い、軽いっす。でまあモーターないんで窓の、結構軽くなると思います、それだけでも。はい、こんな感じです。反対もやっていきます。はい、今ね終わって、おっぶねー、下に落ちかけた。一応全部ね両方両サイドついて、この色の色違い、あのフロントのフェンダーも結構青っぽくて色違くて、リアもちょっと遠くから見ると、近くで見ても遠くから見てもちょっと分かるね、この差は。ところどころちょっと剥げちゃったとこあるんで、これは後で塗ろうかなっていう。雨もちょっともしかしたら入るかもしれないけど、ここちょっと塞げばいけそう。でね、アイドリングしてると結構ほらこんなだから揺れる窓が。でもね意外とねうるささはなんかそんな変わんなかったね。とにかく軽い、めちゃくちゃ軽いのよ。でもはめ殺しです。雨もちょっとこう溜まってるけど抜けるんで、まあ許容範囲かなって。で軽く今運転した感じね、なんかあんまり街乗りだと羽とか気にならないんだけど、なんか加速がすごい良くなった気がする。はい、という感じでございます。そういえば中から見た感じはこんな感じです。